地球温暖化対策を話し合う COP21 に出席するためフランスを訪れている安倍総理大臣はパリ市内の同時多発テロの現場を訪れ花ししましたたくさんの花束を見ましてその花束一つ一つに悲しみが込められているそしてまた同時に平和や自由への切など思いが込められていると思いました。 安倍総理はパリに到着後その足で同時多発テロで82人が犠牲になったバタクラン劇場を訪れ花束を手向けましたさらに二度とこうした悲劇を繰り返させてはならないとしてテロに対して毅然とした態度で臨む考えを強調しました30日にはフランスのオランド大統領との首脳会談も予定されていてテロ対策についての協力を確認する方針です